マーク・アンドレ・フルーリーマーク・アンドレ・フルーリーはカナダのアイスホッケー選手、ケベック州出身、ベガスゴールデンナイツ所属。2003年のドラフト全体1位でピッツバーグペンギンズに入団するがペンギンズの経済難のためにあるに降ろされることになる。2005年に再び NHL に復帰。2017年の拡張ドラフトで新球団ゴールデンナイツに移籍した。 フルーリーはバタフライスタイルを取り入れており、フランソワ・アレールが考え出したケベックスタイルをしっかりとこなしている。白いレガース、キャッチャー、ブロッカーが特徴である。2005から06では、セーブ率89.8%と、そこまですごいわけではないが、これはペンギンズのディフェンスに問題があり、フルーリーのせいだけとは言えない。2005から06では、勝率1位。 マーティン・ブロデューアーセーブ率1位、三日期プラソフとなっているがこれらの上位に名前が上がるのは時間の問題である。そして2006から2007年にはチームの復活もあり40勝を挙げて勝利数ではリーグ2位となった。2006から2007年を彼の実質のルーキーイヤーと考えてもいいはずである。2008から2009年デトロイト・レッド・ウングスを破り、 スタンレーカップを獲得した。ありがとうございます。